ヘアメイクの力で新たな美が誕生する瞬間を伝えるビューティーモーメント。今回のビューティーモーメントはコレクションシーズン真っ盛りのパリからスタート。今ショー会場で、ショーが始まる前なんですけど、一回バックステージにちょっと行ってみようと思います。ファッション通信アンバサダーマドモアゼルユリアが向かったのは2020春夏パリコレクションビューティフルピープルのバックステージ。本番を控えたバックステージでヘアメイクの指揮を取るのは資生堂ヘアメイクアップアーティストの豊田健二。今回洋服がいろんなこう要素を織り交ぜて、それをもうなんか新たに構築してミックスした要素とか、あとなんか固定概念を壊すじゃないですけど、少しイレギュラーな組み合わせでっていうのを意識して考えました。今シーズンデザイナーの熊切秀則が提案したのは、着方によって24通りもの表情を見せる服。3つの穴を開けるっていうところから24という数字が出てきて、そこからそのイメージ的な部分で空の移り変わり、24の時間の移り変わりみたいなのを考えたんですけど、まあ、結果ね、着てくれる人に自由を与えられる服なのかなとは思ってます。熊切は脱構築を経て、そこに新たな機能を吹き込むために再構築された作品を発表。シルエットは体に密着しつつも滑らか。プリントの色合いは24という数字から一日の移り変わりをイメージすることによって日の出や夕日を思わせた。着る人の意思によって変化する服はパーツやライニングが取り除かれ、その自由度を大きく広げた。実際自分がファッションに興味を持って一番好きだった時代に、はい、ビョークっていう方がいたりとか、そんな強いイメージがあったり、なんかそういうの出したいな、だけどなんかちょっと不安定だったり、はい、強かったりとかっていうのを表現するために資生堂のメイクのトヨタさんと話しながら作っていったメイクになります。ビョークとかっていう話の前にちょっとなんかパンキッシュな何かがいいよねみたいな相談から入って、じゃあなんかモヒカンのシルエットでとか、メイクは逆にもうすごくクリーンでフレッシュなところで、まあ、ちょっとまた新たな違和感というかクリーンに仕上げてるような感じ、普段使い十分できるメイクだと思います。帰国後、ビューティフルピープルの春夏コレクションを身にまとったユリアが訪れたのは、国際文化美容美容専門学校。最新の技術と情報、美容のすべてを学ぶことができるこの学校。ユリアはショーのヘアメイクを手掛けたトヨタの特別講義にモデルとして登場した。トヨタはパリのショーで実際にモデルに行ったヘアメイクを学生たちに披露。今回のポイントはナチュラルな肌作りと90年代風の髪型。最前線で活躍するトヨタのテクニックに目を輝かせる学生たちが印象的だ。パリコレってどこのショーもやっぱ完成度が高いから、でその完成度って洋服ももちろんだけど、やっぱヘアメイクあってのヘアメイクもショーの大事な部分だから。そしていよいよ実習の時間。学生たちは実際の商品を使ってコレクションのヘアメイクにチャレンジ。トヨタのアドバイスに真剣に耳を傾けていた。眉毛の描き方とかチークのポイントとか、なんか難しいところを分かりやすく教えていただいて、
すごいいい経験になりました。簡単にできるのに、なんかそういうショーに使える髪型を学べたので良かったです。資生堂の商品はやっぱなんか滑らかに伸びて使いやすく、なんか新しい自分が見れたかなって思います。楽しかったですか？あ、良かったです。なんか本当皆さんいろいろこうアレンジしていただいて、メイクもヘアもすごいなんか感心しました。引き出しをいっぱい持ってて、必要な時にその一番いい引き出しを出せる人がいいヘアメイクさんだから、自分がプロになった時にその一番最適な場所で出せるようになってくれると、素敵なヘアメイクさん、美容師さんになれると思うんで、ぜひ頑張ってください。このヘアメイクのテクニックが詰まったスペシャル映像は番組公式 SNS で続々と公開中。続きはぜひ SNS でチェックを。